私、怪しいですわ。何が怪しいかって、イザベラとセイカが動物の鳴き真似やってたのよ。一体どういうこと？その上、あくまで偶然、本当にたまたまモーシーとローズの練習を覗き見してたら、あの二人もとっくに課題ダンスを踊りこなしてる。このままだと私の1位の座が危ういかも。ああ、もう体力の特訓に時間をかけすぎたかもですわ。ここから巻き返さないと。うん、落ち着くのよタマモ。ここで一般人みたいに取り乱しては、ヨーコの名が聞いて呆れるわ。そう、これはもはや私個人の問題ではないの。信者からヨーコ様と呼ばれている以上、その信仰心にちゃんと答えないとなんだ。